ちは。私たちは今ご紹介いただきましたオカリナアンサンブルアリエッタです。私たちの楽器オカリナは土でできている土笛です。しばらくの間オカリナの音色を楽しんでいただければ幸いです。最初の曲は桜咲く国、日本の古い時代から伝わっている歌、桜桜をお送りいたします。Thank you.
ありますが、ここ松代は童謡の町と言われています。それは童謡の普及に貢献した多くの音楽家、貝沼実さんとか草川慎さんですね、が松代から出ています。町の中にはたくさんの童謡の歌碑がありますので、よろしかったらまた巡ってみてください。その中の一つ、草川慎作曲汽車ポッポを演奏させていただきますが、今日は少し趣を変えまして、皆さんご存知かもしれませんが、童謡の汽車ポッポってもう一つあるんですよ。本居長代さん作曲のものなんですけれども、ご存知ですか？草川慎さんのは汽車汽車ポッポッポッポシュッポシュッポっていうのです。そして本居さんのは大山の中行く岸、こういうのです。ちょっと下手なことすいません。この2つをちょっとコラボしてみようと思います。それでは、お聴きください。松代駅出発進行。
あの非常に緊張してますので、やっと少しあの緊張が解けた段階です。失礼します。今日すごいですよね、この屏風。こんないいところで演奏させてもらって嬉しいです。それでは本当にここ数年思いがけないようなコロナの大流行や戦争や、そして災害が起きて命に向き合うことが多くなりました。あの生きていくことの意味や本当に大切なものは何なのかということをちょっと問いかけてくれている命の歌を演奏させていただきます。生きていくことの意味、問いかけるそのたびに胸をよぎる愛しい人々の温かさ、どんな宝石よりも大切な宝物、泣きたい日もある、絶望に嘆く日も、本当に大事なものは隠れて見えない、ささやかすぎる日々の中にかけがえのない喜びがある。いつかは誰でもこの星にさよならをする時が来るけれど、命はつながれてゆく。この命ありがとう。Thank you.
の曲になりました。あのオカリナの音色にとてもよく合う、私たちメンバー大好きな曲なんですが、南米アンデスフォルクロールの代表曲、コンドルは飛んでいくをお聴きください。とても美しい音色でした。素晴らしかったです。オカリナアンサンブルアリエットの皆さんに今一度盛大な拍手をお願いします。